どうもこばでーす。しょぼんのルキミーやっていきましょう。3作目やね。1年ぶりに続きからやっていきたいと思います。しょぼみちゃん久しぶり。1年ぶりやね。元気してた？しょぼみちゃん元気してた？イエーイ。今回しょぼびと海賊の秘宝ということでやっていきたいと思います。シリーズ3作目やねんけどさ、1年前は2作しか出てなかったのに今気づいたら6作ぐらい出た。やっていきましょう。ここが何、海賊がいる場所ですか？しょぼみちゃん。よろしくね。今日は浮き輪して。かわいいね、相変わらず君は。これあげれる？この宝箱。だ。爆発のプレゼントだ。はい、やっていきましょう。まあもうこういう感じの死にゲーですよね。まあ1年前にみんな見てくれたからわかるよね。1年間僕のファンやった人ならわかるよね。わー、綺麗。オッケーオッケー。逮捕取ったらあかんね、逮捕。行くぜ。はい！これだっけ？下行くパターン、うん？泳げるのかな？しょぼみちゃん泳げるのかな？てか君浮き輪つけてる意味よ。てかよく見たらハムスターも浮き輪してる。かわいい。僕も浮き輪したろうかな。空中ジャンプで泳げると見た。これね。ほら、予測通りよ。ボタンネだ、ボタンネだ、ボタンネだ。あ、しょぼみちゃん。これ以上、浮遊できない。死にます。あー、オッケーオッケー。今回水中戦ね。直前で、いよいよ水中ジャンプ、水中ジャンプ、水面ジャンプからの、水面ジャンプからの、ちょっとずつ加工していって、ギリギリを攻める、ギリギリを攻める。あ、クジラさん当たって大丈夫だね。クジラ当たったらあかんと思ったわ。オッケーオッケー。これね。さあ、クジラくんのスイッチが気になるね、頭の。スイッチをしていきましょう。いいね。乗れると思ったぜ。はい。やったー。オッケーオッケー。あのまあクジラに連れ去られる方が困ってても、あそこで死んでくれたら逆にありがたい。え？今上ボタン押して看板調べたら死んだんですけど。オッケー、看板無視ね。これ右行けるってわけね。行けへんのかい。看板で上ボタンを押したらあかんかったか、次は下ボタンを押してみたいと思います。何も起きません。しょぼみちゃん、しゃがむことできひんの君。四足歩行動物やのに。生きてんな、こいつ。私、立つことしかできないのって。私、そこら辺の犬と違って立つことしかできないのってか？こいつ猫か。これスイッチ押さずに。どこや？どこでしょう？なんか右。画面変わる瞬間に右下に空間あるなって思ったけど、あれか、水面が反射してるだけか。じゃあこの下やな。この右下。ルートがあると見た。ほら、ほら。ないやろ。どうしたらいいの？早速積んでるんやけど。ちゃやん、しょぼんのルキミンはあれやん。謎解きすんのは最後だけって決めてたやん。ルキミンさん。こんな序盤から謎解きしてしまうの。どうかと思うで僕は。あー、ちょっと待って、今踏んでからタイムラグあったな。踏んで逃げれるな。踏んでからタイムラグがあるぞ。はい。オッケー。なんか知らんけど右が消えてる。なんか知りませんが私、正解を吹きました。それは知らないよ。はい、噴水からの、ルキミンジャンプ。ふぅ。フェイント入れて、フェイント入れて、フェイント入れて、トゥー。オッケー。いいね。ちょうどいい難易度だねんな、この死にゲー。これは6番、6番パターン。最近6番やってへんな。オッケー、1、2、3、4、5、6ね。覚えた。小村さんの記憶力はめんなよ。うわぁ。記憶力とは以前の問題やったわ。まずボタンを押せてへんっていうね。もう飛んどいて、空中で。オッケーオッケー。6、6、5、5、6、6、6、6、そっちね。なんか順番違くて、なんか順番違うね。うわぁ。騙されたわ。順番が違うんだよな。2から上行って、4で右、次左。次も左ね。で、次も左で、次こっちでしょ？ほらね、ほらね、ほらね。ほらね。ああ、今日疲れてるんですよ。仕事帰りやしさ。仕事帰りでさ、家帰ったらさ、ちゃんちょく2号がいたよね。0歳児と赤ちゃんが家にいるんやけど。だから、5歳児のちゃんちょをお母さんがお風呂入れてる間、この0歳児のちゃんちょ2号の面倒を見ててって言われて、この0歳児の面倒を見てたんですよね。わあ。まあ面倒見てるよ。でも隣に座ってスマホいじってただけやけど、じゃあその0歳児がさ、スマホに興味示し始めて、僕がネットサーフィンしてたらさ、僕のスマホに手突っ込み始めて、なんか、僕が、なんかウイルスバスターが起動した。はい。ああ、ウイルスバスターのせいやわ、こいつ。でまあその0歳児がさ、僕のスマホ触りたいっていうか、触らせてあげたよね。もうね、死ぬほど暇やった。基本暇な時ってスマホいじるしかないやん。そのスマホを僕捉えたんすよ。しかも撮ったこの0歳じゃスマホをいじるっていうかさ、もう真っ暗のスマホ画面をさわさわ触るだけなんですよね。せめてなんか有用活用してくれよってね、心の中で思いながらね。ね。楽しいかって。
聞きながら。ああ、もつだれでね、楽しいかって聞いてたね。お前の人生それで楽しいかって、その真っ暗な画面を触り続ける人生ってまだ楽しいかって言いながらね。見守ってましたよ、僕は。よっしゃ、海賊船来た。ちょ、はい、乗ったー。マリン船長いる、マリン船長。あんたたちアホーイ。わぁ、たたたたたた。マリン船長、意地悪な仕掛け持ってくるやん。はい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 。簡単すぎる。簡単す、あ、ごめん、嘘つきました。ごめんなさい。ほら、いけるんだよな。結局、いけちゃうから、僕。神経でさ、うわーとか、ギャーとか、そういう声出す人、あんま僕好きじゃないんだな。もうちょっと冷静に言ってよって、僕はもうね、冷静にいかへんか、お前ミスんねんって僕は言いたいね。危ない。ほら、冷静に言ったよね。ミスらへんねん。冷静にいかんやつがね、死ぬんですよ。僕は生きる。冷静やからね。常に冷静って言われた男、小村さんですよ。オッケー。いいよ、危ねえ。ほら、もう今、冷静じゃなかったら一歩踏み出して死んでたもん。僕は冷静やったから一歩踏み出さずに立ち回ることができ、結局死ぬかい。オッケー。あら、中ボス戦かな？ちょっと見てへんだって。二つ爆弾っぽいもんがあったことは見えたけど。こっち？わあ。まだ初見殺しですよ。はい。右ね、右。3番。今1番、2番、1番、3番、2番、3番。オッケー、3番ね。あ、ちょっと危ない、ここ。はい。オッケー。ここはいたずらしてきひんねんな。3番に入ったけど、実は2番でしたみたいな意地悪してくるかと思ったけど、逃げろ。僕冷静や、冷静やがいける。僕冷静やから。ほら、冷静。これが冷静な男。いいよ。冷静。素晴らしいね。もう一回避けて。あー、太っちゃった。みんな見たかったやろ？太ったルキミンちゃん。太ったショボンちゃん。これよな。みんなの願いを僕叶えてあげたから。どうせ3番やろ？一緒やろ？見てへんけど一緒。え？ 3、1、2、1、2、1。あ、これランダムや。次1番でした。で、一気に右行って、はい、もうミスらへん。一回ミスしたところでミスらへんから。神経やる上で、それは、まあまあ、上ではミスってへんだからね、今あれ。ここやらしいねんけど、絶対ここでミスる人いるわ。僕がミスるんやからみんなもミスるやろ。その精神大事。僕ほどの実力者がミスるんやから、お前らはミスるに決まってるやんっていうね。こう常に強者ぶることがね、成長の秘訣よ。自分で、ちょっと、拾えよ。自分で強者ぶるとね、それがなんか自分への稼ぎになるからね。強者ぶったからにはちゃんとやらんな、みたいな。そういうのあるからさ、どっち ?1 番、2番、どっちや。わぁ。しもしゃべらんとこ。はい、いいよ。しゃべらず言ったらこういうものなんだよ。ああいう謎解きは喋ったらあかんねん。だって頭使ってやから、頭使ってる時に口動かしてどうすんねん。オッケー。頭使ってるやつ、頭だけ使えよ。またまた。2、2、2、3、3、1、1、1、3、2、2、3、3です、3です。この瞬発力よな。次左か順番的に。え？やめて。ピンクやめて。お前カービィの生まれ変わるよ、もしかして。おぉ。はい、ちょっと親に呼ばれてました。親フラグらいました。行きましょう。いいよ。オッケー。なんか、あれやね。ちょっと今回は簡単めか？こんなもんやったっけ？ショボンのルキミンって。なんか後ろ来てる。何やん、その昆布。昆布がその反動を持ってるのはおかしいやろ。はい。二周目入ってからやったっけ？ショボンのルキビンが難しかったんで。一周目ってこんなもんやったっけ？危ないよ、これ。あ、上行くべきやったか、上行くべきやったな。そんなこともなかったわ。あれ、なんていうサメ？ホウジロザメかな？僕、ホウジロザメしか知らない、これ。どうしたい？どうしたい？わー。はい。あー、すぐに発射とかするんちゃうのね。左じゃないってことは、大砲でなんか、あ、右行けるのね。気づかなかったです。お、これは、ゴールかと思ったら違かった。沈没船やったんや。はい。はい。上行けへんの。あ、右下にいるかいる。見えへんだ、ごめん。君保護色しすぎやろ。う、ジャンプ多いよ。落ちんのが早い。行くぜ！ジャンプからの、うわぁ、意外とシビア。結構引きつけるのね、君。これぐらい。いいよ。落ちんの。沈みすぎよ。画面外に落ちるのはどうかと思うでイルカくん。ジャンプして、はい、難しい。はい、いいよ、からの沈んでからのジャンプ。こいつはむずいぜ。ジャンプして、そこむずくね、どうすんの？はい。いや、下はそのまま何もボタンを押さずに素通りできるんか？針の下を通ってくれるんかな？下。おい、あ、
なるほどね。水面に針が映ってるだけで下に針がないんか。オッケーオッケーオッケー。水面鏡現象や。はい。いいよ。からのジャンプ。ナイス。うまい。からの下。これは下ルート、下ルート。はい、うまい。完全に理解し、うぅ、アップでー。これは、ジャンプしたつもりだったんやけどね。イルカが水面の上にいる状態やったからジャンプが効かへんだ。そういうバランス感覚もあるとね、このゲーム。やるやん。ルキミン君やるやん。難しいやん。タイミングリーが実は一番難しいまである。いいですね。いいですね。からの、上通って、次もしかして下か？下の可能性あるよね。なかったわ。でも可能性は無限大やん。あると思いたい時もあるやん。はい。あー、下押してちゃった。あー、今イライラしてっかな、正直。正直イライラしてっかな。この諸門のルキビに飛ぶ段階でさ、なんか OBS、録画ソフトも調子悪いなって思ってさ、なんか録画が重いなって思ってさ、いろいろ調べったら、パソコンの C ドライブ、一番パソコンの基本的なドライブの中のなんか容量がめっちゃ多くてさ、なんか容量パンパンになったよね。これはまずいなって思ってさ、その容量の整理してたんよ。でもさ、その、なんかパソコンの中のフォルダってどれ捨てればいいかって正直わからんくない？僕そんなさ、全然詳しくない人やからさ、パソコン。どれ捨てたらええんやろって思ってね、さっきずっと四苦八苦してたんよ。どのフォルダを消したら問題ないんやろって。スチームの、いつもね、ゲームでお世話になってるスチームの全データを G ドライブに移したら軽くなるんじゃねえって思って、全部一気に G ドライブ移したよな。もうそしたら大失敗よ。今まで C ドライブに入れたもん G ドライブ移したわけやからさ。ああ、上とこへんか。一応試しに Steam のゲーム起動させようと思ったら起動できひんゲームがワンサが出てきてね。もうどうしようって感じ。なんかゲームによってはゲームが起動できなくなってね、今めっちゃ困ってるんですよね。エルデンリンクもできんくなったし。何も考えずにフォルダ移動させるのってあかんな。マジで困ってる。なんとかセレステはできたけど。まあ、これ終わったら調べていろいろ調整しなあかんわ。ほんま僕の平日のね、僕の平日の休み時間がなくなりましたよ。これなんかパソコン関係のなんかこういうトラブルめっちゃイライラするわ。困っちゃうよね。そろそろ行こうか。イルカ君そろそろ行こうか。早めにジャンプ、早めにジャンプ。違うな。これどうすんねや。で、すべてのデータを G ドライブ移動したせいで、あれあなたのパソコンに Steam のデータがありませんよって言われるんよ。いやいや、あれあれお前 G に移動したやろかって僕言いたいんよさ。そう、どうやったらそれ、どうやったらこの思いを僕 Steam に伝えられんの？あいつまた僕の C ドライブにデータがあると思っとんねんな。なあ、困っちゃうよね。ちゃうな、これ、近づいてジャンプできひんのよ、イルカくんが。厄介なことに。だから、今普通やけどさ、イルカくん、調子乗ってぴょんぴょん飛び跳ねるやん。今とか今。途中から調子乗ってちょんちょん飛び跳ねて、飛び跳ねてる空中にいる間僕のジャンプ受け付けてくれへんのよね。これがどうにかしてほしい。一回ここへ飛んだ後に一回飛んで調整するとか、あ、そういうことや、そういうことや。はい、天才、小村天才。ほら、もうゴールしちゃった。ゴール届いてるよ、ゴール届いてるよ。おー、ゴール触ってるよ。ゴール食われてますやん。なんか、イルカとか魚ってさ、たまに水面をぴょんって飛び跳ねる奴らいるやん。あれってどういうつもりなんやろうな。息止めるのを楽しんでるんかな。僕らは水中行ったら息できんけど、逆に魚は空中やと息できんねやろ、多分。息止めるのを味わってるんかな、仲間たちと。俺の方が息止められるみたいな。息止める&滞空時間俺の方が長いみたいな、そういう楽しみ方してるんかね。息を止める楽しみを味わえるのは、あの水中、水面の上を飛んでる時だけやもんな。あの、わずかな苦しみをなんか快感に変えて遊んでるんかな。実は魚ってどういう部なんかね。ちょっと待って、イルカさん。一回行ったところさ、何回別に見てほしい。コマさん、今イライラしてっからさ。イルカさん、イルカ、お前ふざけんなよ。イルカ。ほんま、見た目が可愛いかってチヤホヤされやがってよ。はい。はい。なんか海外の人だって、イルカ大事にしがちよな。他の魚とかはどうでもいいのに。イルカだけはもうなんか、日本のイルカショーとか見てブチギレる外人とかいるやん。なんでそんな怒ってるか知らんけど、一説では、イルカは頭いいかららしい。イルカって魚の中でもなんか特別頭いいらしくて、頭いい動物ってことは、なんかその、ね、かわいそうやんみたいな考えがあるらしいよね。いまいちピンとこむね、僕ら日本人にとっては。さあ行きましょう。ゴールゾーン来ました。イルカくんジャンプ！いいよ、頭いいよ、イルカ。ジャンプ！ナイス！ありがとうございます。で、今回謎解きあるんか？今まで1、
2はね、初代と遺跡の探検やったっけ、あの2つでは最後も最後に謎解き仕掛けられたけど、今回は大きい玉手箱と小さい玉手箱。おお、よけろよけろよけろ、金に身をくらむな、ルキミ。避けることできん、これは。これはさすがに無理や。オッケー、理解した。右の宝箱開けた後に左の宝箱に入るんや。で、この弾幕を防げってことやね。入れ、入れ、入れ、入れ。ちゃうの、ちゃうの、ちゃうの。いや、全然そういうことやろ。今入れたよ、絶対。入れ。ほら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 、完璧よな。ありがとうございます。クリアしました、今回は。これで。いやいやいや。それは想定外。オッケー、左に避けるのね。いやー、可愛いゲームですよ。可愛いし、ファンシーやし。ちょっとやり口は汚いけどな。うわー、ギリギリ。ちょっと左のコインにビビっちゃった。やっぱさ、僕お金切れないところだからさ、お金って人を汚くするやん。そういうところからちょっとした嫌悪感があるんよね。だからあんま触りたくないなっていう思いがちょっと出てしまったね。今のは早すぎたね、ルキミ君。しっかりしてくれへん。一回見たからタイミングわかるやん。頼むで、ショボン。ショボン君かルキミン君かわからなくなってきたわ。いいよ、いいよ。はい。OK、ナイス。これ大丈夫かしたね。もしかして右行くべきやった？あ、よかったよかったよかった。あ、出た。出た。謎解き。これ苦手やね。Thank you for playing. This is the last lap. これは、クジラをクリックしようってことかな。いつも通りやったらこれで最初にステージ戻るんやけど、ここら辺の星が気になるところではあるけどね。まあ、とりあえず行きましょうか。はい。クジラ、クリック？あ。はい。どういうことや、どういうことや、どういうことや。ドレミ、ドレミと、ミーファー、ミーソーシー、わかるか。これ多分音符になってるってことやんな。難しいね。これ音符通り弾けとかって僕無理やで。いや、無理やと諦めるのは良くない。数字を振っていこう。1、2、1、2、5、4、3、4、3、4。口開け、口開け。音楽わからん。歌とか嫌いやねん。好きなのはワンピースの歌だけや。ドレミファソラシド。ドレミファソラシド。レミ。シラ。ソラソラ。むずいよ。むずいよ はい、ということで、キーを左からドレミアソラシドって割り振っていって、レビシラソラソラの順番に打つといけました。僕はこれに20分ぐらいかけた気がします。こういう謎解きは勘弁してくださいこれみんなスッといけんの？僕めっちゃ難しかったんやけど、ああいうなんかそのキーボード馴染みなくてさ、一般常識やったりする知識いるやんって思いながら僕文句言いながらずっとやってたんやけどはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で、次回この同じステージの校内のモードっていうのがあると思うんで、それやっていこうと思います。まあ1年ぶりということでね、やってみたけど、あれはね、気軽にできるね、ライトな新ゲーって感じ。面白かったです、ショボンのルキミ。見た目は可愛いハートフルアクションゲーム、ショボンのルキミ You are play perfect ショボン。これ悪口ちゃう？お前は完璧なしょぼいやって。